気持ちよく効いた。はい、皆さんこんにちは、タートルです。痩せるためにスクワットしてる人多いと思いますが、このスクワット実は重りが重たい方が効く、回数が多い方が効くって思ってませんか？今回はあぐら足でスクワットを行うことで片足にしっかり負荷がかかる、バランスが必要なので足の指に力が入って足痩せ効果が上がる、両足よりも片足なので中殿筋にしっかり力がかかって日常的な活動が活発になる、組んでる足は太ももとお尻がストレッチされる、あぐら足になることで片側股関節が開くので O 脚 X 脚の改善になる、とっておきなスクワットの方法なんです。30秒を3セット行っていきます。結構大変そうだなと思った方も片側鍛えても片側ストレッチしながら進んでいくので意外とできます。今日も一歩前進しましょう。まずスクワットいきなりやってしまうとお尻がピキッとなってしまうんで、30秒ずつストレッチをしましょう。あぐらを組んで足を抱えてキープです。スタート。しっかりね、間に手突っ込んで、すね持って、しっかり抱えて、組んでる足のお尻が伸びていればバッチリです。スクワットした時にも同じようにストレッチがかかります。今のうちしっかり伸ばしておいてください。あと少しです。はい、OK。反対も同じようにいきましょう。今から行うスクワットはこんな感じでね、力がねかかります。お尻とね太ももの裏しっかり伸ばしておきましょう。今回のスクワットはねまあまあ楽しいです。あまり辛くないんでね、頑張れると思います。はい、OK。 それでは立ち上がってもらってスクワットに入ります。バランスがいるのであまり我慢せずにね、すぐ足ついてください。転ばないように注意です。やり方は30秒間あぐらを組んでしゃがむ、足を変えてしゃがむ、これを繰り返すだけです。これだけで、ね、組んでる足のお尻がストレッチされる、ストレッチしながらね鍛える感じになります。マイペースでいいです。一緒に頑張りましょう。スタート。しっかりね、下までお尻を出して降りてください。片側ストレッチ、片側鍛えてます。これ意外とね、両足でやるよりねストレッチしながら鍛えてるんで楽しく鍛えられるんですよね。あんまりこうやってねしゃがむのしんどいと思うのに片足ならなんかできるんですよね。はい、 OK。 2回目いきましょう。スタート。これって片足ストレッチされるので、ストレッチされると筋肉って縮めっていう信号になるんですよ。そうなるときに縮むっていう足がね鍛えられるんで、すごいね効率的がいいんですね。あっという間に30秒経っちゃうし。OK。 ちょっとねお尻をね軽く叩いてもらって、あんまり辛くないっすよね。だけど片足のスクワットなんで結構負荷があるんです。ラストいきましょう。スタート。片足スクワットですからね、これしっかりね鍛えられてます。バランス崩すとすぐ足立つんで、おっとっとできますから、これむちゃくちゃね効果的なんですけど、意外とね YouTube 見ても載ってないんですよね。これ私はねこれ好きでよくやるんですけど、あぐらスクワット、なんかストレッチされる方がねメインだから気持ちがいい。はい、 OK。 どうでしたか？鍛えながらストレッチしてるんで、なんか鍛えてる辛さより伸ばされてる方がね、なんか痛みを生じて辛くないですよね。これすごいおすすめなんです。頑張ってバランス取りながらできたよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。このエクササイズいいなと思った方は SNS でシェアや共有してください。みんなに教えましょうね。今回もご視聴ありがとうございました。